ついでに言いたいんですけどね、そういう由緒正しい江戸時代から伝わる大きめのひな人形、本当に立派な展示があったんですけど、この池神殿でもう一つね、ある時ね、10年以上前なんですけども、この池神殿でよく年末の大晦日カウントダウンというのがありますね。カウントダウンというのがあった。神の池神殿で。大阪城ホールとかそういうところでよくやるんですよ。神の池神殿でカウントダウン。笑い言ってないですけど。これはそのずっと私はね、東大阪市というところの商工労働部から仕事をいただいて、東大阪中の商店街に歳末を降りたしのお手伝いというね、一日何箇所も行くんですけど、そういうお仕事をいただいてて、市長さんが変わってからその仕事なくなったんですけど、前の市長さんよかったんですけどね、その予算は市議会を通さなかった。次の市長さんはもう提出もしなかった。で、いろんな伏線の商店街とか、ひょうたいの商店街のお手伝いに行って、で、神の池神殿は何か言うと、もうそういう、いわゆる12月の半ばとじゃなし、大晦日に来てくれ。大晦日でも盛大にね、カウントダウンイベントやるから言って。ほんで、私たち行ったんですよ、神の池神殿に。どんな飾り、よく花火が飛んだりとか、わーっとね、デコレーションがあって、電球がチラチラとかし、行ったらなんか静かなんですね、それ。やっぱり静かで真っ暗系やけど、ほんで真っ暗けど、いよいよ夜中の12時過ぎたらパーッとなるのかなと思ったら、なんかちょんとついたんですね。ほんで誰がいっぱい人が集まってるのか、誰も来ず一応鎮座でトコトン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 ってやりましたけど、誰も来なかったというね、カウントダウンのイベントという、神の池神殿の思い出でございましたけども、笑い話じゃなくて、誰もいない商品が来るとも往復しましたね。楽しい思い出でございますけども、それではね、太鼓を使いながらこう歌を歌うというのもなかなかおつなもんで、今日はですね